山梨県立県民文化ホールは、山梨県甲府市小部基町にある多目的ホール。アドブレーン、協立、NTTF 共同事業体が指定管理者として運営管理に当たっている。通称、ユーク県民文化ホール。2011年4月1日から2019年3月31日までの8年間、甲府市に本社を置く宝石貴金属製造業。 販売業のコラニー株式会社が、命名権を取得して、コラニー文化ホールの故障を用いた後、翌日の2019年4月1日以降は、甲府市に本社を置く情報処理サービス業の株式会社 YCC が命名権を取得し、ユーク県民文化ホールの愛称が使用されている。なお、ユークの命名権は2024年3月31日までの5年契約の予定で、 年間スポンサー料は1000万円とされている。山梨県はこれまで代表する文化ホールとして、山梨県民会観光街道があったが、時代の流れとともに陳腐化が進み、新たな文化ホールの建設が叫ばれるようになる。1970年代に入ると、田辺国夫知事による公共文化施設の整備が進み、山梨県立美術館とともに県民が様々な、 芸術に触れることのできる文化ホールの建設が本格化した。田辺知事の構想では、甲府駅北口の県にあ地に建設される予定であったが、計画途中に田辺知事が県知事選挙に敗れ、代わりに、も月づ明が知事になると一旦白紙とし、その後悔以来移転した山梨県立第二高等学校跡地に建設することが決まり、 1982年11月23日に、竣工された。なお、当初の建設予定地は長らく、空き地となっていたが、2012年に、山梨県立図書館が建てられた。同ホールは、山梨県内で、随一各種公園設備を有している。大ホールは、残響時間1.8秒の音響、1000平方メートルを超える舞台を確保した本格的なホールで、 歌舞伎公演からコンサートまで幅広く使われている。小ホールは舞台の大きさは大ホールとほぼ同じ大きさで多様な催しにも対応できる設計となっている。山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例指定管理者の導入施設一覧について AB コラニーからユック山梨県民文化ホールが名称変更。産経ニュース。 https://www.sanki.com コロンススララッッシシュュスラッシュポリティックススラッシュニューススラッシュ181207スラッシュ plt1812070048-n1.html2019 年5月15日閲覧昭和の名建築、山梨県県民会館の記憶。 山梨日日新聞社編山梨の20世紀165ページ1982年11月24日付、紙面、県民文化ホール開館2000年8月10日、第1冊発行 ISBN4 から897106966、昭和の名建築、山梨県,県県民会館の記憶。ありがとうございます。